皆さん今夜はお楽しみいただけましたでしょうか。大きな拍手が鳴り止まないお気持ち分かります。なんか皆さんの熱い気持ちというのがこういったステージを実現させるんだなっていうのを非常に私も実感いたしました。まあ、盛り上げるためにただ失礼もあったと思いますけれども、私の進行で大丈夫だったでしょうか。ありがとうございます。さあ皆さんの声援にお応えしてアンコールタイムとなります。今回こういったステージが実現して、そして皆様の日々の熱い思いというのに、李炳燻さんは何か大きな形でお返しをしたい、皆さんの愛情に何か応えたい、せっかくのイベントです、何かビッグサプライズなことをやりたいという李炳燻さんからある提案がありました。今日も披露してくださいましたいつかをアンコールで大合唱しようという、いかがでしょうか。さらに伴奏は李炳燻さんがピアノを弾きます。皆さんまだパワー余ってますね。もう一度会いたいですか。 Are you ready? Ladies and gentlemen, once again, 李炳燻。李炳燻さん、スペシャルアンコールタイム、ピアノを弾いてくださるんですね。ね、먼저ピアノを치기전에여러분들한테드리고싶은말씀이있었어요。저는이제여러분들한테선물을드리려고그러는것이아니고、여러분들하고다시한번기적을만들고싶어서그런건데，사실저는그리고여러분들도아마꿈에도생각을못하셨을거예요。제가여러분들만을위한자리에서부르는노래가가수도아닌데오리콘차트1위까지를했다는건정말제가만든거분명아니고저와여러분이함께만든기적이라는생각이들어요。그래서오늘이자리에서다시한번두번째기적을여러분들과제가같이제가반주를하고여러분들이노래를부르는또한번의기적을여러분들과함께만들고싶습니다。はい、今日はピアノを弾かせていただきます。でもその前に一言皆さんにお伝えしたことがあります。ここでピアノを弾くのは、皆さんのためのプレゼントという意味ではなくて、皆さんと一緒にもう一度奇跡を作りたいという、そういう思いからです。私もそうですけれども、皆さんも分かっていると思うんですけれども、皆さんと一緒に時間を過ごす場所で私が歌を歌うということ、これは私は歌手でもないのに歌うわけなんですね。でも、この曲がオリコンチャートの1位になりました。これは、皆さんが作ってくださった奇跡だと思っています。ですから今日は私と皆さんで、一緒に歌うことで2回目の奇跡を作りたいと思います。私が伴奏しますので、皆さん歌ってください。そして、2回目の奇跡を作りましょう。あか、감사합니다。あか、낮공연에서여러분들보러크게불러달라고말씀드렸었는데많은분들이노래를안불러주셨어요。그래서아직제노래를모르시는구나생각해서굉장히섭섭했는데이번밤공연에는여러분들이크게불러주시기바랍니다。ありがとうございます。昼間も皆さんに大きな声で歌ってくださいねと言ったんですけれども、あまり声が大きくなかったみたいだったんですね。なんでまだまだこの曲皆さん知らないのかなと思って、ちょっと寂しい気持ちになったので、夜は皆さんぜひ大きな声で一緒に歌ってください。
여러분들이 노래를 이렇게 크게 불러주신 것도 기적이고 제가 피아노를 한 번도 안 틀린 것도 기적인 것 같습니다.